ターミナル行きです。次は伊調坂、伊調坂でございます。東大医学部統計上司。偏差値40からの逆転合格なら、授業をしない武田塾。筑波医科大も武田塾です。安全運転には十分注意しておりますが、やむを得ず急ブレーキをかけることもございますのでご注意ください。入り口でございます。バッグを買うなら、縫い替えもん。
色とりどりカルーンバッグ、ミトエクセル3回手作りバッグ縫いざえもん。次止まります。バスが停車し扉が開いてから席をお立ちください。バスが停車し扉が開いてから席をお立ちください。